はい、どうもセリカです。はあ、難しい。前回の動画の続きで、来たー、危ない。ここ結構出現ポイント、1番バッターの場合多いですね。あそこから出てこないっていうパターンが結構あるような気がして。で、ここのね、通路が、やっぱりない。前回の動画ちょっと見てみたんですけど、ここね、縦にずっと行けたとこが、ここね、ちぎれてる感じ。で、反対側は上の方が、通れなくなってるんで、難易度ちょっと上げてきてるんじゃないかなっていう気もしてます。で、金曜日です。前回の動画の続きのままずっとやってまして、青逃げがね、厳しいですよ。何ですかこれ。難易度が高いのか低いのか、ちょっとわからない。この上もね、もう通れなくなってましたね。前回の動画というか、前回のヤマタノオロチでは、ここはずっと上も下も通れたので、比較的逃げやすかったのかもしれない。大変だー。もう何回やってるかなー。結構やってます。来た？やっぱね、音大事ですね、今回。青鬼の姿が見えない関係で、どっかに留まってるパターンが多いので、音が近いか遠いかで、ここの部屋にいるのかどうかっていうのを判断しながら、もう出会っちゃったらもう終わりなんでね、できるだけ出会わない方向で、で、青霧でニョロがやられるパターンも結構多いので、このニョロが、来たよ！やばい！これ、頭とか先は大丈夫なんで、足先だけ注意すれば多分、生き延びれる。OK。なので、青霧でニョロがやられるパターン多いので、そこでやられて静かになったとこに、いるのが安全かなと思ったりしてます。やっぱ通れないのは痛いですね。危ない、ここも危ない。で、ガスマスクもローラースケートも大事。宝箱も開けずっていうのがクリアできたら、もうガンガン宝箱開けて、危ない、来た後半になると急に畳みかけてくるんですよね。よしよしよし。OK。ガスマスクも結構大事。あー、動きが全く読めない。でね、青霧に触らず青逃げっていうのがね、めちゃくちゃ難しいです。私どうしようできないかもしれない。このニョロのステージは絶対にね、この今の鬼の仕組み上、通らざるを得ない時が9割ぐらいな気がして、青霧触らないと逃げられないっていう。もうね、青霧が迫り来るまで終わらないパターンが多いので、やばいよね、これ。え？ OK, OK, OK。お願い！よし！あー、やっとできたー。いや、難しいです。私には、やばい、結構難しい。はい、金曜日です。まだやってます。青逃げが難しいのね。いや、難しい。でね、結構、青旗銃っていうのが宝箱から出てくる確率が多い気がするのは、私だけかな。通常ステージも、ちょっと、増えてきてるのか、青旗がね、出やすくなってる感じがします。でね、ここ通れないんで、やっぱここの右側と下側のぐねぐねしてない方の通路が逃げやすいので、この辺にいるか、青霧がどこから来てるかっていうのがチェックできれば、その辺で倒れて静かになったところで待ってると、意外と見つからないパターンもあるのかなっていう風でも何回も死んでますけど、めちゃくちゃ死んでる。もう下手したら90何位っていうのも結構ある。鬼どこかなーって探しに行ったら、もうすぐ見つかってやられちゃうパターン結構あって。なので、このヤマタノオロチ、出た。やばい。ヤマタノオロチが終わったら、もう100位狙って青銭をがっつり貯めようかなっていうぐらい、100位で結構狙えるのかもしれない。まだやってないんですけど、まずは青逃げ必須でやっております。いやー難しいよね。どこにいるのが正解なのか。青霧の来るパターンと鬼の出る場所によって多分、もちろんなんですけど、逃げ場所が変わってくるので、ここにいたら安全っていうのはないんですけど、やばいな、私本当にクリアできるかな。やばいよ、これ、普通。私本当に上手じゃないので、結構難しい。青逃げが。あー。どうしたらいい。やっぱ音がいるところに近づいたら、一気に出てくるので、もう、じっとしてるパターンにします。動かないパターンで。もう一回出ましたね。3体目出た。どこかな？近いんだよね。音が近い。3体目近いな。やばいよ。静かなとこに行きたい。OK かな。この辺の、青霧が来て、この辺ね、静かになっていくところでじっとしてるかな。ニョロがいっぱいいるとこは結構、出てきたら狙われる。もしくは出てこなかったら、青霧の近くで生き延びた方がいいかな。いや、絶対ね、青霧触っちゃうよ。どんなに頑張っても触っちゃうよ。鬼が退治してくれないと。いや、難しい難しい。いる？あ、来た来た来た。ちょっと待って、どうしようどうしよう。どこ行った？左行った。あの部屋にいる、3体いるのかな？
だとしたら青切り勝負っていう感じですか。出てきてないね。いやこれ急に出てきたら怖いんだけど、青切り勝負だな。ガスマスクか、持ってるのいるなガスマスク持ってる子いるじゃん。いやいやここか、最初この辺。待って待って、来た来た、もう逃げるしかない、こっちに。よし、なにこれ、マジで難しいよ、難しいよ。よしやります。金曜日の12時を過ぎてしまいました。ひたすらやってるんですけどね、難しいな。結構ね、ツイッターとか 見ましたりコメントとか、あとは DM で送ってくださる方々はもうクリアしてヤマトのオロチゲットしましたっていう方結構いましたよ。すごいな、結構短時間ですよね。いやマジで私土日頑張ってもいけるかなっていうぐらい結構やばいです。青逃げができません助けてよ。なんだろうね、私にはすごくやりにくいこの鬼がね、最初から動いてくれないパターン。あ、こうやってね目の前で現れてくれればなんとか仕事はしてるんですけど、危ないじゃん危ないじゃん。でもここは大丈夫、上とかね頭とかは大丈夫。足の先のねとこがやばい、当たるとだから結構上にいる方が有利なのかな。下にいるとね、どう考えても足に当たる確率多いので、この上の方にいれば足でチョンってやられることはよっぽど青鬼が上に来た時だけですもんね。ちょっとこの辺いようかな、夜がちょっと死にたい、た静かな場所に待機してで顔出してないと青鬼が動いてくれないので、あれキラキラ OK、 ローラースケートも大事ですね。で結構青切り来てますよ、あと43、クリアしたいクリアしたいよ、もう終わりたいよ、寂しいよ、ボット部屋ずっとやってんのどう、なんかちょっと鬼の音がしないな、全く聞こえない。音大事ですね今回も。いやーちょっと待って、どうしよう、来た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 、どうすればいい、これ息吸って上にいよう、足先でどんどんやっつけてもらって、やばいな、ガスマスクない、あーどうしよう、どこに行けばいいかな、これ降りるの、うわちょっと待って、やばいやばいやばい、息ができない、あと3人、いける、いけない、いける、いけた、あー助かった、このパターン結構助かった。よしありがとうございます。なんかいけそうですよ今のとこ、いけたよしありがとうございます。ちょっとね青逃げのだけ動画が集まってるかもしれないんですけど、青逃げ以外はめちゃくちゃ死んでますので、あ3000本いきましたよついに死んでます結構、青逃げ連続してるわけではないので編集上だと思ってください。よしじゃあシャークをちょっと息抜きに引いてみたいと思います。はい回します、息抜きで、ちょっとね結構死ぬんで回していきます。30連ですね、これ回し終わったらちょうど3000本使い切ったことになります。300連ってことですね、出るんじゃない、そろそろペンギン3000本も回せば1体ぐらい、丸刈り丸刈りひどい、1体も出ておりません、何回も言ってしつこいですが青肌3000本今集めて回し終わるところなんですが、シャークがそろそろ出てくると思います。にょろ、え2体目にょろにねちょっと行き詰まったので、シャークガチャでシャークをゲットしてすごい気分を上げてまた再挑戦したいと思いますねえ、あと10連ですけど出るよね、本当に出る気がする、3000本ですもんしつこいよね、出ないよねえねえ、入ってる、嘘だー、はい、あとちょっとでいけそう、これはちょっとゲットしたいマジでやばい、もうやだー、やりたくない、どうだ、よし、あーありがとうございます。シャークがね入ってないらしいです、私のガチャやばいでしょ。よし引き続き頑張ります。はい、今金曜日やったところ、今のとここんな感じですね、まだクリアはできてないので、あとちょっとですね、赤ニョロと青ニョロでもうちょっと青逃げをして青切りに触らず青逃げをする、これがめちゃくちゃ難しい、これがあと2回でクリア、ちょっと土日で頑張ってやりたいと思います。で、この宝箱もロッカーも使わずっていうのもそうなんですけど、青切りに触らず青逃げをするっていうのも、多分ウイルス拾ったり、バトルパスのウイルスをもらったり、で、青鬼完成1回やると、これゲージ
両方とも1個クリアできるのでどうしても難しいっていう方は青鬼観戦でこのゲージもクリアすることがなんとかできると思います。なのでちょっと私青鬼苦手なんですが、土日で頑張ってクリアしたいと思います。はい、そしてこれがヤマタノオロチのスキンチェンジ。この色ゴールドというか綺麗な色ですね。下のモヤモヤもねちょっと炎みたいな感じで目も青くて、これめちゃくちゃかっこいいですね。これは欲しいないやーこれすごいかっこいいと思いますよ。前のやつもね結構ヤマタノオロチ綺麗な色でかっこいいかったので、このカラーチェンジもねまだ出会ったことはないんですけど、まだほとんどニョロステージで一人寂しくボット部屋でやってるので、なんとかこれゲットして動かしてみたいなと思います。できるかなはい、ということでゲットされた方がね画像をいただけたのでご紹介をさせていただきました。いやいやいや音がする音がする。ちょっとねここまだニョロが生きてるので、来られたらまずい、来られたらまずいな。あと13人、あーどうしよう。青旗10大きいですね。ちょっと出てみます。あと7人ぐらい、6人が来たよー。やばい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 、あーどうしよう。いやー怖い、もう2体目出ちゃうよまだ100人なんですけど、やばいやばい、近くで出た、2体目が近くで出た、いた。これがいいかな。ちょっと青霧の近くにいて、自分より後ろにニョロがいない状態にして後ろに逃げる、あのニョロがいないところに逃げるっていう感じで、動いてるニョロはもうちょっとやっつけてもらって、危ない、あダメだ、来た、ダメだ、ダメだー、来た大仏めちゃくちゃ綺麗、ありがとうございます。はい、ということでニョロチャレンジやっておりますが、金曜日ではちょっとクリアできなかったので土日でまた頑張ってやりたいと思います。いやー1000人が欲しかったなはい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた動画見てください。それではまた、バイバーイ。